激闘前に観客席には大勢のサッカーファンが詰めかけています。ビカレージロードへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。プレミアリーグのこの一戦、ワトフォードがエバートンを相手にします。なかなか面白い顔合わせですね。どういう試合になるのか、まずは前半から見ていきましょう。現在リーグトップの得点数を誇るアウェーチーム、アウェー戦とはいえ今日もゴールシーンが期待されます。今日のアウェー戦もこのチームはリーグ屈指の得点力を発揮してくるでしょうね。ゴールラッシュが期待できそうですね。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。福西さん、4-5-1 のフォーメーションでしょうか。はい、一般的な 4-5-1 に寄せた形ですね。中盤に選手を多く配置しているので、そこから相手を崩していくパターンを多用してくると思います。こちらがエバートンの先発メンバーです。コールマンとタグリアフィコがサイドバックに、デレアリとアランが中盤の真ん中、そしてトップはカルバート・ルインです。試合開始です。リシャルリソンに絶好のチャンス、思い切って狙ってきましたね。しかしこれは枠を捉えきれませんでした。ゴスリング、マティアス・ロハス、いいパスです。視野が広いですね。中央へのクロスです。しかしこれはオフサイドです。もったいないですね。非常にいいクロスだったんですが、飛び出しが早すぎたようです。アンドロス・タウンゼント、これはあっさり抜かれました。このシュートではキーパーのミスがなければ得点が入りません。しっかり読んでいた。エバートンフィニッシュまで持っていきたい。タウンゼント、相手に渡ります。さてターフムーアで行われている試合に動きがあったようです。はい、最初のゴールがバーンリーに生まれています。現在スコアは1-0、時間は14分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上他会場の試合経過をお伝えしました。これはよく見ていた。このボールはクリア。中を狙うか。このヘディングはゴールの枠を捉えられません。隅を狙ったんでしょうか。ポストの外にそれちゃいましたね。ここはインターセプト、しっかり予測していました。アタッキングサードに入ってきた。ワトフォード、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。じっくりチャンスを伺うも、ここでボールをロスト。さあリードできるか。ゴール、決まった。見事なゴールは先制点だ。こうして見ても分かりますが、自陣内での不用意なパスが原因で
相手の得点を許してしまいました。こういったプレーをされると監督も頭が痛いでしょう。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。さてここでスタジオから情報が入ってきました。セントジェームスパークで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、1点目のゴールがクリスタルパレスに生まれています。現在スコアは1対0、時間は23分を過ぎたところです。ありがとうございます。また逐次報告をお願いします。中で待つ味方に通してきました。これはキーパーの好セーブです。ゴスリング。ボールは相手チームに。スライディング。ここはパスミスになりました。ボールを失います。リシャルリソン。デレアリ。ディフェンダーがここで食い止める。マティアス・ロハス。中に入れたいところです。相手が触ったのでスローインですね。パケタ。入れば同点となります。入ったかと思いましたがディフェンスがブロック。コーナーキックです。これは同点のチャンスですね。ゴール寸前で驚異的なディフェンスです。ここはキーパーが処理します。相手陣内でインターセプト。止めたが抑えられない。さあどうなる。デレアリ飛びついて止めました。キーパーのナイス。コーナーキックが入ります。ディフェンダーがクリアしました。いいクロスが中に入った。クリアが足りないか。危ない場面でしたが危機は脱したようです。ユライクツカ。リボックオリジン。あそこは行かせちゃダメですね。また決めたかと思いましたがこれは入りません。そうそう決められませんよ。ここでためを作ります。中央にクロス。ちょっとクリアが小さいか。これは危ないですよ。前半終了です。スコアは1対0、リードは1点です。エバートンのキックオフで後半開始です。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。オリジン。ワトフォード。ボールをうまく動かしてキーパーが危なげなくセーブ。両手でキャッチしました。ゴールキックが直接相手ボールに。これはまずいぞ。ここはうまいタックル。ただし相手ボールのスローインです。ここはクロスのチャンス。ボールを回してチャンスを伺っています。シュートを打ちたい。これはキーパーのスーパーセーブ。いやーよくあそこに届きましたね。ボールを入れた。クリアが小さい。
いい位置です。カットされるか。いや、これは一時はどうなるかと思いましたが、なんとかしのぎましたね。スペースがある。このシュートは枠に行きません。決まるかと思いましたが、コースをうまく消されましたね。フレッシュな選手の投入です。ハンドのファール、手に当たってしまいましたね。アドバンテージ、エバートン。これはナイスパスカット。ユライクツカ、ワトフォード、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。ボールを失いました。カウンターを狙います。上がっていけるか。これは読んでいたか。インターセプトしました。マティアス・ロハス、ゴール前に入ってきました。クロスで合わせようかという場面。パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。このボールはポスト。素晴らしいセービングです。監督としては一気に流れを変えたいようです。コーナーキックを蹴った。あっと、これは危ない。クリアミスです。あわやという場面でしたが、これでひとまず安心です。オフサイドです。チャンスの場面でしたが、走り出すタイミングが合いませんでした。エバートンの次の試合ですが、いかがでしょうか。次はウエストハムユナイテッドです。プレミアリーグでの対戦ですね。勝敗の予想が難しいカードでしょう。いいタックルです。ポゼッションを取り返しました。ワトフォード、前が空いている。ボールを裏へ上げてきました。何を狙うのか。中途半端なクリアです。攻撃を断ち切れていません。今のはかなり危ない場面でしたが、なんとか守り抜きました。デレアリー、決まった。ネットを揺らす見事なボレーです。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。至近距離ですから、落ち着いて合わせるだけでしたね。これは大きな同点ゴールです。監督の表情からも伺えますね。エヴァチンゴール No.36 デリアリー。いい形でゴール前まで持ってきました。武蔵そこ、さあどうする。激しくいった。これはどうでしょう。あまり強いシュートではありません。楽々セーブしました。アラン、おっと、
ボールは相手に渡ります。最後のチャンスになるでしょうか。ゴールを割れれば決勝点になるでしょう。徐々に残り時間が減ってきています。このまま同点で終わるかもしれませんが、サポーターは諦めていませんね。これはホームチームの力になりそうです。勝ち越しゴールを奪えるかどうかは分かりませんが、取りに行く姿勢は見せてほしいですね。シェイマス・コールマン、パスの先に受け手がいませんでしたね。相手のスローインになります。高い位置でカットしました。プレスが効いています。マティアス・ロハス、これが最後のチャンスかもしれません。ゴールに結びつければ1点リードですが、ここはボールをダッシュしました。これはいいところに通してきました。アラン、デレアリに渡った。中断していた分の3分がアディショナルタイムに加えられます。ドリブルで相手ゴールに迫ります。止めていく。今のが入っていればリードを奪われていましたからね。キーパーが見事にチームを救いましたよ。コーナーからエリア内へ、ディフェンダーにクリアされました。試合終了。このリーグ戦は両者が勝ち点を分け合う結果となりました。